下関港は山口県下関市にある国際拠点港湾。北九州港とともに関門港の一部をなす。港湾管理者は下関市。中枢国際港湾11港の一つであり、日本海側拠点港湾の指定に加えて、日本海側拠点港19港のうちの総合的拠点港湾5港の一つ、広報2にも指定されている。 国際港湾としては、本州から朝鮮半島、中国大陸への最短の立地と、韓日本海経済圏、観光海経済圏の結節点という地理的なメリットを有しており、広報産、日本で最多の国際定期旅客航路数及び運航頻度の港湾である。輸入コンテナ貨物の49%が、下関港経由で関西伊東へ輸入され、 輸出コンテナ貨物の34%が下関港経由で関西伊東から輸出されている。本州の最西端であり、関門海峡に面した下関は古代より九州への航路があった。江戸時代に入ると北前船の寄港地として栄えた。港を含む領地は長府藩が大部分を占めていたが、長州本藩や新松藩の領地も混在していた。 明治に入ってからは、大寒貿易の中心地となり、また、1945年に終戦を迎えるまでは、港を含む関門海峡一帯が下関要塞地帯に設定され、地図作成などに一定の制限が加えられていた。関門連絡線及び関府連絡線も参照下関の繁栄は、港の流星と一帯をなすものであり、交通網の整備や福岡、 北九州の拠点化が推進されると、下関港の衰退、ひいては、下関の町全体の衰退に影響を及ぼした。下関港国際ターミナル本構築下関駅に、ほど近い東山都町、細江町に位置し、第一っ定、第二っ定、細江ふ頭で構成される。いずれも、貨物扱いが主であるが、細江ふ頭に、国際価格航路の発着点となる。 下関港国際ターミナルがある。第一特定農林水産省総合食料局の配線により、主に大麦、小麦の輸入やアルミの輸入、韓国の専用運搬船による水産品を取り扱っている。第二特定市としてアルミや水産品を取り扱っており、3万6000トンクラスの大型冷凍冷蔵倉庫を完備している。細 F 不島カンフフェリー。 オリエントフェリー、蘇州下関フェリーが利用している下関港を代表する不頭。輸入貨物はトラックや JR 貨物によって日本各地に配送される。年中無休で通関と植物検疫が行われており、動物検疫、食品検査は週6日実施されている。輸出では電気機械、機械、輸入では水産品、衣料品、野菜、 果物を取り扱っている。下関港国際ターミナル、編集現在の下関港国際ターミナルは、1988年3月に、完成した日本最初のシック施設などを完備した、外国航路用旅客ターミナル。1階は、フェリー貨物の2サバ基地、2階は、乗船券の購入や税関、出入国手続きをする施設になっている。2003年には、 下関駅前のペデストリアンデッキがターミナルビル玄関まで延伸されて直結したことにより、下関駅からの所要時間が徒歩7分となった。海境間と唐戸桟橋、唐戸桟橋とあるカポートで構成される。一帯は2017年9月17日に全国で100カ所目の港オアシスに登録されており、カモンワーフを代表施設とする。 港オアシス下関として賑わい拠点ともなっている。あるカポートとは1996年に完成した南部町南側埋め立て地の愛称とポートの複合語で住所表記も同じである。埋め立て地完成後、不当が整備され2001年4月には敷地の一部に下関水族館会協館がオープンした。2013年9月に泉明工業の運営する。 アミューズメント施設、はい。カラット横丁がオープンした。アルカポート不当には定期旅客船の就航はないが、大型客船や大型小船が下関に寄港する際にはアルカポート不当が使用されている。かつては石崎汽船の高速低マックスがカラト三橋と松山港とを結んでいたが、2006年に航路短縮となり、下関には寄港しなくなった。 花野町地区展望台から見た花野町地下本構地区と唐戸地区の中間にあたる花野町に位置しコンテナターミナルが整備されている関門海峡に突き出るような形状をした南側の埠頭には日本通運などの倉庫やコンテナフレートステーション、訓定庫などといった港湾施設が立地している1977年に埠頭が完成しその後 コンテナターミナルが整備され1992年に完成した。ほぼすべての国際定期航路が長州出島に移っているが、コンテナ貨物の取り扱いはわずかではあるものの、続いている。現在は老朽化のためガントリークレーンは撤去され、中型クレーンで対応している。なお、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する。 法律に基づく制限区域が設けられており、不当エリアはフェンスで囲まれ、一部例外を除き、関係者以外の出入りは禁止されている。下関市南部、彦島にある、港湾群。彦島の一角には、三菱重工業下関造船所が存在する。西山地区は、外在の輸入基地として活用されており、福浦不当は、プレジャーボート係留施設が整備されている。 かつては、関門海峡フェリーが、荒田港から発着し、小倉明埠頭との間を結んでいた。下関市東部、調布の臨海工業団地の前面に整備された。ブリジストンタイヤ、下関工場で生産された大型タイヤの輸出や、神戸製鋼所、調布製作所等向けの非鉄金属の輸入に、活用されている。1992年に、第一期工事が完成し、 現在は、第二期工事が進行中である。下関市西部、赤田沖の響灘に人工島を建設し、花野町のコンテナターミナルを移転して、東アジアとの物流拠点を作る予定となっている。人工島の愛称は公募で、長州出島に決定され、住所表示も同じである。なお、長州出島に愛称が決定する前は、響灘に一覧で、響くランドと呼ばれていた。 人工島全体が国際船舶、港湾保安法に基づく制限区域となっており、人工島内には下関海峡マラソン開催時などの一部例外を除き、関係者以外の出入りはできない。1995年11月に着工し、現在は第一期工事が進行中である。2009年3月には一部が供用開始した。二千十八年には、 昨年からの岸壁の延伸工事が終了し、1機のガントリークレーンを備えている。岸壁の延長が410メートルになり、世界最大級のクルーズ船の受け入れが可能になった。同年4月20日に、中国、上海からの大型クルーズ船、クアンタム・オブ・ザ・シーズが、県内初寄港した。また、富山、馬山への国際定期貨物船が就航している。広報、 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。